荒野行動のサウンド設定はどうすればよいかよくわからない。今日は目的別に3つ紹介します。保存すると見返したいとき便利です。ではやっていく。1、ヘッション音を大きくしたい場合、銃声を下げてください。デメリット、遠くの敵の銃声が聞こえづらい。撃破ボイスも小さくなる。15から20が現実的。2、銃声で遠くの敵を探したい場合、銃声を上げてください。銃声150の場合、銃声5の場合。デメリット、近距離で撃ち合うとうるさい。大会などではこちらの方が良いかもしれませんね。3、敵の足音をよく聞きたい場合、足音を上げてください。足音150、足音20、デメリット、足音を上げると自分の足音も大きくなるので、移動中は敵の足音か自分の足音かわからなくなる。長くなりましたが今日はここまで。サナパイをフォローすると荒野行動に詳しくなるよ。知らんけど。